こんにちは。自転車は生活の足として大変便利な乗り物です。一方で大切な自転車がちょっとした隙に盗難に遭ってしまったという苦い経験のある方も少なくないのではないでしょうか。今回は大切な自転車を守るためにと題してお伝えしてまいります。駒込警察署生活安全課防犯係の佐藤直美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今回はですね、スタジオに自転車を用意いたしましたのでご覧いただきましょう。電動自転車に軽快車、そして折りたたみ自転車です。佐藤さん、最近は様々な自転車が街中を走っていますね。早速ですが、文京区内での自転車の盗難がどういった状況か教えていただけますか。はい、過去5年間の文京区の自転車盗難被害の状況を見るとこの通り、やや減少傾向にあります。平成27年には552件、平成28年には526件、平成29年には359件、平成30年には303件、令和元年には381件でした。特に今年は新型コロナウイルスの流行による外出自粛の影響で犯罪の件数が減っていることもあり、区内の自転車の盗難は9月末現在で178件です。しかしエリアによっては増えている地域もあります。最近は高価な自転車を狙った盗難被害も、横行しています。大切な自転車を盗まれないためにも十分な対策を引き続きお願いしたいですね。はい、どういった状況で自転車が盗まれてしまうケースが多いんでしょうか。はい、では昨年のデータで見てみましょう。最も多いのは敷地内で鍵をかけていたケース、次いで敷地内で鍵をかけていなかったケース、以下路上で鍵をかけていなかったケース、路上で鍵をかけていたケースと続きます。以前は自転車の盗難は鍵をかけないで路上に止めておいた自転車を乗り逃げされるというイメージだったと思います。実はこうしたケースは 15% にしか過ぎません。むしろ駐輪場などの敷地から盗まれる被害が7割を占めているんです。マンションの駐輪場や一戸建ての敷地内といった安全と思われがちな場所からも自転車が盗まれているんです。本当に油断は禁物ですよね。鍵をかけても盗まれてしまうということは、自転車を盗難から守るためにはさらに厳重な対策を取らないといけないということですよね。本当にその通りです。今回私が駐輪場を巡回してみましたので、その様子をご覧いただきましょう。こちらはとある集合住宅の駐輪場です。ちょっと見てみましょう。あ、ちゃんと鍵かかってますね。あ、こっちも OK です。あ、この自転車はとてもいいですね。こちらの鍵もしっかり施錠されていますし、ワイヤーロックで二重ロックしてあるので、これなら安心ですね。あ、こちらの自転車はこう2つのワイヤーロックで二重ロックしてありますね。で、こちらのワイヤーロックなんですけど、こういう固定物と結着してますよね。これすごくいい工夫だと思います。こちらの駐輪場では防犯対策が徹底されているなと感じました。皆さんもぜひ見習ってください。こちらは区内のとある一般住宅です。許可をいただきましてお邪魔しています。車庫にはしっかり鍵がかけられていますね。あ、あそこに自転車があります。ちょっと見てみましょう。あ、こちらの自転車はしっかり鍵がかかっていますね。あ、こっちの自転車鍵がつけっぱなしですね。鍵がかかってない状態でして、まあ、こういった門扉のある敷地内ですと油断しがちなんですけれども、まあ、こういったところでもしっかり鍵をかけていただきたいですね。こちらは本駒込駅前の駐輪場です。
地下鉄を利用される方の自転車がたくさん止まっていますね。こちらの駐輪場ではほとんどの自転車がしっかり施錠されていました。でも駐輪場という安心感からか施錠されていない自転車も何台か見受けられました。やはり人目につきやすい場所でもしっかり施錠していただいて油断しないでいただきたいですね。佐藤さん、改めてこういった状況をご覧になってどんなことを感じましたか？はい、大切な自転車を盗難から守るという意識の徹底についてはまだまだ向上の余地があると感じました。こちらのデータをご覧ください。文京区内では1年間にだいたい1200件から1300件の犯罪が発生しています。自転車の盗難はそのうち平均で4分の1を占めているんです。自転車の盗難は最も身近な犯罪といえますし、誰でも被害に遭う可能性があるということですね。自転車を利用する一人一人がもっとしっかり防犯対策を取っていただきたいですね。確かにそうですよね。では具体的な自転車盗難防止対策について詳しく教えていただけますか？はい、まず当たり前のことなんですが、どんな時も忘れずに鍵をかけるということが大切です。去年発生した自転車盗難被害では、施錠していたケースと施錠していなかったケースがほぼ同じ件数でした。ということは半数は鍵をかけていれば盗まれずに済んだということです。自宅マンションの駐輪場だから大丈夫、毎日乗るしいちいち面倒、敷地内だから大丈夫と油断しないで、自転車には必ず鍵をかけましょう。もちろん買い物などほんの短い時間でも同様です。鍵をかけるという基本的なところはもちろんなんですけれども、鍵そのものについて気をつけた方がいいことというのは何かありますか？はい、これについてはこちらをご覧ください。長時間駐輪する際はチェーンロックや U 字ロックなどの補助錠も活用すると効果が大きいと思います。ツーロック、つまり二重に鍵をかける、駐輪場のラックなど固定されたものと自転車を結びつける通称地球ロックなど、自転車を盗みにくい状況を作るのも有効ですね。また駐輪場所については防犯設備が整っている駐輪場の方が盗難に遭うリスクは低くなります。例えば防犯カメラが設置されていたり、自転車を補助錠でロックできるラックがある駐輪場です。このような設備がある駐輪場を利用すると盗難防止につながると思います。ところでですね、私もちょうど自転車の購入を検討しているところなんですけれども、防犯登録というのはこれは効果はあるものなんでしょうか？そうですね、大変効果があると思います。罰則こそありませんが、自転車に乗る人は必ず防犯登録をすることになっています。自転車防犯登録は自転車を購入した自転車販売店や自転車防犯登録所の看板を掲げてある自転車店などで登録できます。登録するとこのようなシールの防犯登録標識が貼られます。これだけでも自転車が盗まれにくくなりますし、もし盗難にあった場合は防犯登録カードを持ってお近くの警察署に盗難届を出してください。きちんと防犯登録をすることが大切な自転車を守るための最低限の自衛策だと言えますね。わかりました。佐藤さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも大切な自転車を盗難から守ることについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。暮らしのセーフティー、それではこの辺で。